はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介するものはこちら、テレビくん、テレビマガジン4月号ということで、ついに新しいスーパー戦隊騎手竜戦隊竜ソージャーがスタートいたします。それに伴い、こちらの子供の雑誌はなんと最強なりきりセットだったり、こっちも変身セットだったり、なんか似たようなものがセットでついておりますので、どっちがねどんな感じなのかちょっと作ってみていきたいかなと思います。ちなみに、まあ一番の付録であるこちらのバンブルビー、これなかなか面白そうですね。ブッドバソールのシークレットメダルとかも入ってますけども、まあブッドバソールはちょっとやる機会があまりないので、問いつつブッドバソールの動画をもうじき出すと思いますが、まあ前後してる可能性はありますけど。お、ちっちゃ、こんなちっちゃいんだ、こんなちっちゃいんだね。映画公開記念のバンブルビーということで、ワーゲンだったかな、俺モデルは違うっけか、かなり手のひらサイズ、トミカみたいな感じだね。本物付録、カントランスフォーム、どうやってトランスフォームするんだろう。あ、はい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 、あーはい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 、すごいすごい。で、手が出てくるって感じだね。すごい、いいね。あ、いいね。ん？何これ、回転するの？あ、あーあーあー、こっちね、こっちね、はいはい、できましたね。バンブルビー、まあバンブルビーを置いといて、じゃあちょっと作っていきましょう。はい、それではちょっとデカめに画角を大きくしましたけども、こちらがテレビマガジンで、こっちがテレビくんということですけども、ですね、ちょっと全然違いますね。まず紙質、素材がちょっと違う。こっちツルツルしてるんですよね。で、テレビマガジンはほら反射の仕方もちょっと違いますよね。開くとこんな感じですね。超ガブガブセット、変身セット、テレビマガジンは結構なんか簡素な感じですが、テレビくんに関しては、おー、すごいね、でかい、あ、でかい、でかいよ、ほら、でかい。これはなんだろうね、と、あれ、テレビくん顔は、あ、顔はこっちだ、すごい、これテレビくんさすがだね。ちょっとテレビマガジン1個引けを取ってる感じかな、これだけで見ると。だってほら、1枚の紙じゃなくて2枚で作れっていう立体的な感じ、これはまた面白いですね。すごい、全然違う、こんなにも違う。これがテレビくん、ちょっと映したい、お面も映しておきますか。これがテレビくん、こっち2枚、これだけがテレビマガジンです。じゃあちょっと作りますかね、早速ですけども作っていきましょう。はい、ということでテレビマガジンくんの方完成。くんってなんだちょっとね、ノリがなくてセロハンテープであちこちベタベタくっついちゃったんで、ちょっと見ともないですけど、反射するとね。まあこんな感じです。まあ付録にしては上等だと思いますね。ただこれらはちょっとなんかね、どうなんだろう、なんかこうなるだけで、この中に竜ソウル、これが入るってわけでもないので、まあこっちでね、あ、こっちに入れんのか、竜ソウルってここに入れるんだね、ここか、ここにこうやって刺さるんだね。普通に入るって感じだね、スッて。こっちか、全然まだ分かってないですけども、仕組みがね。で、こっちはなんかここがこう動いて、この中に竜ソウルがこうブスって確か刺せるのかな、こうやって。で、1,2,3 って確かやると思いました。で、一応顔にもなりますね、ロボットのね。はい、まあこれがテレビマガジン、テレビくんの方がやっぱ良さそうですね。作ってみましょう。はい、完成。テレビくんすげー。お値段、
テレビくんが890円でテレビマガジンが940円ということで、まあテレマガの方にはねバンブルビーもついてましたし、ブッドバソールメダルも1枚ついてましたので、まあ総合観点としてはまあどっちもどっちかなと。リューソールと強ソールがついております。ただし変形はしません。もうこの紙1枚の状態ですね。それに対してテレマガは変形するとしっかり。ここでね、続きましてお面、立体的な立体性があるのはテレビくん、すごいよね。でそのまま平たいのはテレマガ。そしてこちら、これ流装ブレスですね。流装ブレス、なんとスポンジの素材を使っております。でこれもなんかスライドのねものがついてますので、シャキーン、すごいいい動きをしますね。でここに差し込むって感じですね。お、スポンジだから入った感覚もすごく気持ちがいい。振っても抜けないし。それに対してテレマガはもう薄っぺらい紙ですね。薄っぺらい紙、これに差し込むって感じですね。最後剣、郵送剣、全然大きさ違います。分厚さも違う。すごいね、気合の入り方がね、めちゃめちゃかっこいい。テレビくんで、しかもハンドルになってるので、ここがこ目もね変わるんですよ、しっかり。ほら、ザシンザシンザシン、なんだっけこれ、なんて言うんだっけか忘れちゃったな。まだ放送は来週ですからね。でこれも強ソールを差し込む。どう差し込むんだ、この向きか、この向きで差し込んで、ジャキンジャキンジャキン、いいね。はい、それに対してこちらは隙間にね差し込むという感じになるので、全然なんかこう入ったって感じがしないんですよね。隙間に入れる。そしてこう指でこう動かす感じ、本当はこうなんだけどね、全然ちょっと違う感じがします。はい、ということで2種類の付録遊んでみました。ちょっと実際にね、じゃあ着て遊んでみたいと、つけて遊んでみたいと思います。